今来たとこ。お母さん。早いね。まだ集合時間の30分前だよ。かわいい。今日の私服姿もなんてかわいいんだ、お母さん。変じゃないかな。すっごく似合ってるよ。本当？うん。よかった。いよいよ今日から夏休みだね、つくね。うん。楽しみだね、今日の旅行。うん。楽しみっていうか、正直俺はびっくりしていた。だってまさかこんなことになるなんて。合宿？そうです。今年の新聞部の夏合宿は人間界でやることにします。いいんすか、こんな人数で。いいのよ、先生がついてれば。多分。いい加減だ。モカさんやみんなと人間界に。本当にいきなりすぎて素直に喜んでいいのかわからないよ。ドキドキする。言ったよね、私中学まで人間界で暮らしてて、ずっと人間が嫌いだったって。まさかモカさん人間界に行くのが。本当言うとまだちょっと不安かな、いろいろ思い出しちゃって。でも平気だよ、つくねと一緒なら。不安より楽しみの方が大きいくらいだもん。モカさん、頼りにしてるからね、つくね。あ、モカさん、つくね。もうほら早く。待ってください。今何してたですか。こういう時だけは早いのよね。油断大敵だな。みんな、新聞部初の人間界合宿ですからね。元気に楽しくやりましょう。はーい。あれ、凛先輩は。補習が終わらなかったんだってさ。いくつ赤点取ったのか。くそー、待っとれや。俺もすぐ行くで。でもクドムさんも人のこと言えないと思いますです。いいのよ、私はちゃんと補習終わったもん。ちゃんと抜け出してきただろ。人間界、ここを抜ければ。俺帰ってきた。嬉しそうだな、つくね。本当、帰ってきたなんてまるで人間みたい。ほら、つくねは人間界が長かったからね、ね、つくね。愛着を感じるっていうか。へえ、そんなもんかな。妖怪学園の方がよっぽど怖いって。つくねさんすごい。そうかな。そうですよ。大丈夫。水着の中に砂がいっぱい入っちゃった。悪い。なんだ、そうだったんだ。私一瞬、つくねってもしかして人間って思っちゃった。もう何言ってんですか、クロムさん。ありえないよね。もう
モカさんの言う通りです。それもそうね。クルマさん、あ、ごめん、ちっちゃいから見えなかった。こうなったら勝負です。売られた喧嘩は買うのが乙女、望むところ。これはダメだからやりすぎでした。お客さん、はあ、そっちは生だから。いや、私は生の方が好きだにゃ。海、綺麗だね。モカさん、俺たちも行こう。ごめん、私は。謝るのはこっちだよ、モカさん。ヴァンパイアは水に入れないのに。詳しくは第5話を見るでちゅう。泳いでおいでよ、つくね。でも。さ、早く。クルムちゃんたちが待ってるよ。行かないよ。モカさんがここにいるんだもん。俺もここにいる。私のことは気にしないで。せっかく海に来たんだもん。目いっぱい楽しまなきゃ。モカさんがいないと楽しめないよ。つくね、本当にいいの？ちょっと待った！無理で。モカ、あんた今つくねの血を吸おうとしたでしょ。したでしょです。モカさん、だってつくねってばいい匂いなんだもん。でへじゃないの。人間界でつくねが倒れたらどうするつもりよ。そしたら私が看病します。いや、私だ。もちろん私に決まってるでしょ。ちょっとみんな何言ってんのよ。あの、私もあんたが元凶でしょうが。なんだろう、あれ。すごいひまわり畑だね。観光用なのかな。誰もいないが、確かに。綺麗なとこなのに、なんでだろう。あれ、やだ、こんなとこに来ちゃった。ねえ、早く戻ろう。そんな急ぐことないだろう。もしかしてあの噂知らないの。ここって多分失踪事件が続いてるっていう丘だよ。失踪事件、こんなとこで。だから気味悪いんじゃない。地元では魔女のたたりだって言われてるらしいよ。農家の開発計画に起こった魔女が失踪事件を引き起こしてるって。マジか。早く行こう。ここって魔女の丘って呼ばれてるんだよ。昔から魔女が住んでるんだって。そうなんだ。お前詳しいじゃん。どっかのサイトに載ってたじゃん。この辺じゃ有名な話だって。へえ、ゆかりちゃんの種族って人間をさらったりするんだ。噂話を鵜呑みにするなんて、やっぱりクルムさんの頭は単純です。私、
可愛げのない魔女は嫌いなんだな。私もエッチなことしか取り柄のないサキュバスなんて嫌いです。何よ、お子ちゃまのくせに。ちょっと、いきなり何すんのよ。たらい落としたんです。そんなこと聞いてんじゃないわよ。まあまあ、二人とも、まったく。ほら、浜へ戻ろう、先生が待ってるよ。あの子、間違いない。戻って親方様にご報告しなければ。先生、食料調達に行ってくるから。あ、食料ならここにたくさん。ちっちっち、海の近くに来たらやっぱり新鮮なお魚でしょ。人間界のお魚って美味しいのよね。先生、もしかしてそのためだけに人間界で合宿を。いや、とにかく行ってくるわね。にゃ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 。先生、しっぽしっぽ。親方様、心得ております。あの小さな魔女は必ずや我々の仲間に。ああ、違うよ、そうじゃない。あ、なんか変になっちゃった。もうしょうがないわね。よいしょ。私も持ちますです。ありがとう。でもゆかりちゃんにはまだ重すぎるよ。俺一人で平気さ。片っぽ持つよ。おう、ありがとう。モカさん、手伝いますです。ありがとう。でも大丈夫よ、包丁で指でも切ったら大変だから。ゆかりちゃんはそこで見てて。子供は邪魔だ。みんな私のこと子供扱いしすぎです。私だってもう何でも一人でできますです。魔女の丘、本当にここに魔女が、仲間がいるのかな。そんなに怖い顔しないで、小さな魔女さん。私はルビ、この丘に住む魔女よ。魔女？そう、あなたの仲間よ、ゆかりちゃん。なんで私の名前を。昼間ここに来たでしょ。その時からあなたを見てたの。ここで他の魔女に会えるなんて思ってなかったから嬉しくて。ねえゆかりちゃん、私あなたと友達になりたいの。ダメかしら。ダメだなんて。じゃあいいのね、嬉しい。ルビーさん、同じ魔女同士仲良くしましょうね。仲間が増えたわ。やっぱりお魚は人間界に限る。先生、しっぽ。いや、違うの、数数えようとしてただけ。本当だって。あれ、ゆかりちゃんは。綺麗でしょ。こんな美しい丘を人間たちは破壊しようとしている。あ、そういえば開発計画があるって。そう、だから人間を滅ぼすの。協力してね、ゆかりちゃん。でもそんな急
大丈夫。もう準備は整ってるわ。あとは親方様の計画通りに実行するだけでいいのよ。親方様。来て、親方様に紹介するわ。一緒に魔女の丘で暮らしましょう。これからずっと。それは。おーい。ゆかりちゃん、よかった。急にいなくなっちゃうから心配したよ。ごめんなさい。あれ、その人は？あのね。まだ我々の丘を汚そうとするか。人間め。ルビさん。こいつらは魔装の一種で、人や獣を襲って食べる植物のあやしで中。やっ。ルビさん違います。つくねさんはこの丘を汚しに来た人間じゃないです。ゆかりちゃんは下がってて、つくねさんは私の友達なんです。食らい尽くせ。ゆかりちゃん、邪魔しないで。そうはいかないです。どうして？つくねさんは友達です。そいつは魔女じゃないのよ。でも大切な友達なんです。だから絶対こういうことさせないです。ゆかりちゃん、友達？わからない。私は認めない。魔女の絆よりも強いものはこの世界に存在しない。もしあるとしたら私が抹殺する。本日の決着って、今日はモカさんが変身しなかったでちゅ。なんなのこれ。あやし、これ全部ゆかりちゃんが？ゆかりちゃん、ちょっとゆかりちゃんしっかり。大丈夫です。ちょっと疲れちゃっただけ。バカ、なんでこんな無茶したのよ。クルマさん、怒鳴るのは後だ。テントに連れて帰ろう。ほら。お、ルビさん。私、ルビさんとは一緒に行けません。大事な友達がいるから。ごめんなさい。あ、ちょっと無理しないでおぶさりなさいってば。平気です。魔女の自己治癒能力は高いんですから。もう素直じゃないんだから。素直じゃないのはどっちだか。ゆかりちゃん、もう大丈夫そうだね。うん、二人とも無事でよかった。探しに行ったっきり、つくねも戻ってこないから、何かあったんじゃないかって心配で。私。あ、モカさん。つくね。夏休みになって、やっと二人きり。私は何としてもゆかりちゃんを連れて帰る。それが私の、そして親方様の望みだから。つくね。
ちのためにかき氷を作ってみたぞ。冷たくて頭がキーンとする。キーンキーンキーンってその場合じゃないわ。来週はもっと大変なの。次回ひまわりとヴァンパイアで新たなカプチュー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.